ソビエトのナイムシナ 27.70、はい、同じく東ドイツのジェイコブスが並んでいます。さてこれから3位でこれを 0.05 差で追いますザハロワです。得意の跳馬素晴らしいですね。今のあの前転跳び屈伸宙返りからですね1回ひねってるわけですね、はあ、それも非常に高い位置でひねり終わってます。もう1回見てみましょう。かなり高い得点が出ると思いますね。大きな拍手を誘っています。これですね前転跳びの前方宙返りでひねっています。はい、はい、さて1回目ザハロはどれくらいの点数が出ますか。これから2回目です。女子の跳馬自由演技は2回行いましていい方が得点になります。ダビドワとザハロワが 0.05 差でナイムシナ・ジェイコブスを追います。得意の最終種目ザハロワです。これは逆転の可能性ありますからね。そうですね、ザハロワが最も得意としている種目が最後ですね、はい、9.80 が出ました。素晴らしいですね。高い得点が出ました。もう決定的と言っていいんじゃないですかね、そういえば去年もですねこの79年のモスクワニュース杯最後の種目ないシャポシニコワを逆転したんですね。そうですね、2回目です。今度は素晴らしいですね。これも見事に決まっています。